るほど。みんなはデータの海の奥で出会って、老朽っていうところに流れ落ち、こちらの正尺さんと知り合って、セナちゃんのおかげで偶然この夢追い人の故郷に戻ってきたんだね。どうして親切姉さんまでその名前で呼んでるの？かっこいい名前だからだよ。ねえ、セナちゃん。うん、もちろんだよ。夢の中の私がどういう状況にいるのかまだ知らないけど、夢追い人のおかげで私たちはアストラルリングっていう力を手に入れたんだ。そう考えるとデータの海って本当に不思議なところだね。宇宙人と出会った上にお姉さんが夢追い人に電話したところまで見られたんだもん。うん？電話するとは言えないかも。とにかく夢追い人の通信機は確かにこっちからの信号をキャッチしてたよ。通信が安定してなかったから返事はできなかったけど。状況の再現。起動した週末の案か。歴史上のあの件と関係があったりするのかな。だってこっちには一人の。そう考えると一体誰が主体で誰が客体なんだろう。ああ、あんまり喋ってないのは、正尺だよね。100年の間に自由に発展したこの世界を見て、どう思った？うちはご指名？もちろんだよ。だってあなたは、他のみんなはまだ気づいてないみたいだね。それなら、しばらく内緒にしておくのも悪くないかな。さて、話を戻そう。ヘリアは仲間のことが心配なんだよね。でも私に言わせてもらえば、この週末のアンカーの近くでしばらく待ってるだけで、彼女に関する情報は向こうからやってくると思うよ。確かにこっちの世界のことはよく知らないけど、つまりそれって今の私たちには何もできないってこと？うん、そう理解してもらっても構わないよ。結局のところ、あった。想像してたよりずっと早いね。もしもし、夢追い人、ヘリオは一緒にいる。クラリ？あんたなんだよね、クラリ？バカ、火星にクラリーが何人もいるわけないでしょう。それともここはわざとらしくこう言うべきかな。お久しぶり。あの週末のアンカーだけでも十分おかしいと思ってたのに、どういう状況なの？あ、セナリューだ。じゃあ正尺も一緒だね。ここから他の人の声が聞こえてくるのはかなりおかしい気がするけど、その通り、うちもここにいるよ。いやー、賑やかな場所だ。上の数字を見る限り夢追い人の家は100階分もあるのかもしれないね。店も琥珀街のものよりずっと多いし、どこを見ればいいのかわからなくなったよ。別にここの全部が家ってわけじゃないよ。たまたま住んでる場所がこの中にあるだけだからね。まあ大して変わらないよ。ここに住んでるなら隣近所は全部家族みたいなものだろ。現代社会はそうじゃなくて。楽しい話の途中で邪魔をして悪いが、コラリーには正尺と相談したい、もっと大事な話がある。あなたたちの通話は私個人が作った試みであって、雑談に使うものではない。おや、当事者もいたんだね。簡単に紹介するけど、この声は書く。こういう放棄がもともと出せる声ってところかな。今まで紹介できてなかったよね。冷たそうに感じるけど、昔は美婦人と言えるほどだったんだよ。正尺、あなたたちを入れると通路は今日二度も現れた。今日の時間の範囲はどれくらい？
10時20分から週末のアンカーのデータをチェックしてるけど、夢追い人が戻ってくるまで異常なんて何もなかった。それはどうだろう。そこまで正確な判断はできない。だが念のため、通路を通してそちらの世界に影が浸透していないか確認する必要があるかもしれない。私にも影たちとの密接な関係があることを考慮すると、コラリーと私が今異なる世界にいるあなたたちに連絡できたことも怪しい。確かに私たちは今琥珀街にいる。あのアンカーから離れたところだ。どこがおかしいか理解できた。今の通話は週末のアンカーの異常と何の関係もないかもしれないってこと？その通り。夢追い人のお姉さんは理解が早い。でもそうなると厄介なことになるよ。厄介？それって棚からぼた餅みたいなことはないって感じ？確かにそうだね。週末のアンカーは謎に包まれてるわけじゃない。簡単に言うと、世界の泡で唯一無二の得意点って感じかな。十分な強さ、あるいは共鳴できるタイプのエネルギーがあれば、私たちをより高い次元に送ることができる。ああ、それとはまた別に、セナちゃんが週末のアンカーと共鳴して、私たちの世界と他の世界をつなげたことにも驚くべきだよ。ただ、もし今の通信が、本当は週末のアンカーと何の関係もないなら、この大菓子の安定性に、危機が迫ってる気がする。地元の人間として、どうやって夢追い人の仲間たちをおもてなししようか考えてたんだけど、今の状況じゃ、むしろみんなに新しい仕事をお願いする必要がある。まだ危機の兆しはないけど、潜在的な事態の重さを考えて、しばらくは私の指示通りに動いてもらってもいい？大丈夫だよ。遠慮しないで。親切姉さんの言う通りにするね。姉さん。わかった。指示とは言ったけど、今の段階で大げさに何かをする必要はないんだ。夢追い人、セナちゃん、ヘリアが一緒に行動して、少弱と私が一緒に行動する。まずはこの階の店舗に行ってみて、例の影に関するおかしなことが起きてないか確認しよう。でも、世界の泡の安定性は大事なことだから、確実な証拠を見つける前に、むやみにみんなの生活を壊したくないんだ。もちろん、問題ないよ。私も問題ないよ。少弱？もう、うちを見ないで。大丈夫だから。ただ、この辺りがあまりにも素敵だったから、ちょっとぼーっとしてただけ。問題ないよ。夢追い人と私は、この安価ビルをよく知ってるから、調べてる時に何か知りたいことがあったら、私たちに聞いて。行動ルートについては、機関とかの公共団体、それと上の店は私が何とかする。夢追い人は、古木、長居、糸の夢、スイートテイスト、668百貨店に変なことが起きてないか確認してみて。その後、下の階の市民ホールで合流しよう。善は急げ。もう出発しよう。え？そんなに早く？もちろんだよ。確率が 0.001% しかなかったとしても、これは些細なことじゃない。しばらくは私の指示に従ってもらうよ。